浦の川源流域、上流域、下流域、川口干潟地図小和寺の森は、神奈川県の三浦半島南端部に残された、相模湾に面した約70ヘクタールの森である。森の中央にある谷に沿って流れる、浦の川の周水域として、森林、湿地、干潟及び海までが連続して残されている、自然環境は、関東、東海地方で唯一と言われる。森、 かは海のつながりが必要な赤手ガニをはじめとして、希少種を含む約2000種の生物が多様な生態系を形成している。春から夏にかけて、干潟を中心に多種多様なカニの生態を観察でき、干潮時の浜辺では無数のカニが求愛のダンスを踊る、様子などを見ることができる。またホタルや蝶も多数生息している。同地域の自然は全くの手つかずではなく、 公益財団法人神奈川トラスト緑財団 NPO 法人省アジロ野外活動調整会議によって水路の管理や木々の干ばつ草刈り等の保全活動がなされている自然の侵食に任せると河川が低地に向かい跡が乾燥化するため八つ全体に水が行き渡るように流路を回収している散策路もあり自然観察イベントも開催されることがある コワジロの谷は、1960年代前半までは、地元民が水田や新丹林として利用していた典型的里山であった。その後、地域一帯に開発計画が立ち上がり、新丹林と水田は20年ほど出てつかずの自然に戻った。1980年代前半、地元の要望もあり、大規模なリゾート開発が本格化する動きがあった。これに対し、 首都圏唯一の完結した流域生態系であるコアジロの自然を失うのはあまりに惜しいという観点から森の保全を前提とした新しい開発計画を作り環境教育やエコツアー等観光資源として活用する道を提案する地元市民や学識経験者が集まり保全活動が始まった。1997年以降神奈川県が緑地の買い取りを開始し、 合わせて、京浜急行電鉄の協力も得て散策路の整備がなされ、2014年より一般開放がなされている。環境の保全のため、神奈川県のホームページによると、以下の点が注意すべきこととして挙げられている。駐車場はないので、公共交通機関を利用する必要がある。引橋入り口まで、京急栗浜線三崎口駅から徒歩30分、または、 同駅からバスを利用して引き橋バス停下車徒歩5分。ありがとうございます。